里崎チャンネル。よっ。こんにちは。さあということで。はい。アワプロの日。はい。ということで。女子に囲まれて。そうなんですよ。もうなんか。あやおが。はい。楽しく。はい。もう彼女できちゃって。もうなんかハーレムハウハって感じですね。はい。でもね。はい。今回あなたのミッションあります。はい。聞いたところ二股生きるらしいんですよ。え、浮気できちゃうってことですか。はい。だから、はい、もう一人彼女作りましょう。ほお。なかなかその道をちょっと外した二股、うん、があるらしいです。はい。これがまさに、はい、ゲームです。ほお。でもあるんじゃないですか。学生時代なかったんですか。いや、さすがに学生時代二股が出ないですよ。あれ怪しいな。いや、一股ですよ、ちゃんと。怪しいな。一股終わる前に言ってんじゃん、枝葉で。あー、これ女子あるあるなんですけど、はい、意外とこうやって付き合っててもこうやってちょっとかぶってから次に行くんですよね。羽川さん、はい、それを俗に言う二股です。女子は二股と思ってないんです、それを。はー、ね、なんかあちらで女性のスタッフがうんうんってうなずいてますけど。やっぱりそうですよね。いやいや、女子は綺麗なもんですよ。だってちゃんと乗り換えるんですから。男子なんてこうやって付き合ってもポンポンポンって浮気するんでしょ。駅で言うと、はい、ホームに車両2個あってどっちに乗るか決めてるだけだもん。そうですよ。はー、はい、でも女子の浮気は本気って言うじゃないですか。どういうこと。だから女子はなかなか浮気はそんなにしないんですよ、うん、でも浮気したら下でもうそっちに乗り換えちゃうことが多いっていう。そうなんですか。ほら、うんうんって言って。はぁ、すごいですね。男子はちょんちょんちょんってこう手出すじゃないですか、うん、だから浮気ね、そうでしょ。そうなんですかね、よくわかんない。一途ですけどね。あ、ずるい、そうやって。自分だけなんか一途みたいな。私も一途ですよ。私めっちゃ真面目ですからね。じゃあゲームは、はい、バーチャルの世界ですから。そうですね。今回のミッションは、はい、二股です。はい、はい、じゃあ二股しても怒られないし、はい、セクション3から。はい、じゃあセクション3スタート、はい、じゃあまあ怪我率20だな。ときめきいっときますか。ときめき、だってミッションあるから。はい、そうですね。うわ、もうマックスいってるよ、チカちゃん。はい、そうですね。恋人なんでもう、じゃあ誰行こうかな。もうゆきかちゃんいきますよ。結婚します。全集合よ。どうしたんだ。俺今度理事長好きや。お、大田はむくり。あ、ショート8番。8番ショート。おー、あ、でも代打だったからいいで、この間まで、うん、出世したね。さあ練習試合だ、うん、打っちゃいなよ。さあ打ちますよ、うん、ちょっと打つ能力がね。はい、まあ、でも俺今回レギュラーだからね。そうなんだ、8番ショートです。相手のキャッチャー髪の毛ピンクやね。相手も女子、相手も女子か。よっしゃ、早い打球。よっしゃ、強振じゃなくていいんですか。あ、じゃあ次行ってみます、強振。強振のホームラン打っちゃいましょうよ。ちょっと練習したんで。お、よし、ほら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 。うまくなってる。よっしゃー、ホームラン。ほら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 、おー、打った瞬間だったよ今。はい、やっぱ分かりました、打った瞬間。よっしゃー、もう一本いっちゃうよ。もう一本いっちゃいなよ、強振。あ、ちょっと待って、はいはい、女の子だ。どう、ファールだ、はいはい、惜しいな。どう？ファール。ちょっと違うのかな。よし。どうなの？あ、いいじゃないですか。センターオーバー、センターオーバー。女の子はあれだからね。ったー、よっしゃー。これいいアピールになったんじゃないですか。サンダス、サンダス。うん。ほら、よっしゃー、うん。もっとモテモテになるぞ。あ、バレンタイン。ピカちゃんまだかなーって。あ、来た。本当、私がいつも食べる量に合わせたって。練習かな。練習ですね、うん、どんどん行きましょう。行こうかな、うん、さあ練習だ、うん、ここいっぱいいるの、うんうんうん、スペシャルカーブ。もうちょっと行けますね。行けないんじゃない、ちょっと怪我してる。あ、本当だ、うん、ちょっと決めていきますか、うん、じゃあもうこれで、うん、一緒に行こう。お先です。あ、お疲れ。あ、もうみんな帰り始めちゃってる、うん、今がチャンス。お、あれ、お、いきなり今なんて私と付き合ってって言ったの。え、
買い物にでも行くの別にいいけど、違うの、そうじゃなくて彼氏になってって言ったの。お返事はフォロワーさんになるでしょう。もうこれミッションクリアですか。ミッションクリア、彼氏になる。実は俺も明星さんのことが好きだったんだ。分かった、付き合おう。あやおう、軽いな。はい、彼女。彼女。はい、彼女。彼女。うん、まあ、いいな、女子校モテるな。これ3股は無理なのかな。いけんじゃん。いけるかな、うん、さあ練習だ、体力ずっとあるから。でもここ意外と上がるので、うん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 、しよう。さあどんどん練習だ。じゃあ次に狙う、あ、でもなんか光ってるよ、ソウル。あ、本当だ。あ、じゃあここにしましょう。まだまだいけます。体力あんま減らないですね。うん、たらじゃあびっくりマークついてるし、ここにしようかな。そういうのかなり使う。これでなんか 80% オフとかなんでない。あ、ね、そうですね、うん、そっかそっか。ちょっとチューしようかな、うんうん、ときめきじゃない、ときめきときめきですね、うん、じゃあ恋人2人いるじゃないですか、うん、こういう時どうしますかね。ちょっと他の子のにもときめきアップしてみます。そうだね、そうだね。あ、だってりょうさんちょっと増えてるよ。りょうさん、あ、ほんとだ。じゃあこっち行ってみますか、うんうんうん、まあやはチャラでいいや。海行ってるよ。え、4月なのに。あ、そっか、お、寒くないか。あ、ビーチバレー、へえ、合宿で海、うん、女の子たちと、うん、いや、もう女の子だらけの合宿とかなんか、うん、いいですね。ビーチバレーやろうって。誰を応援するか、これ。それは3番目の、うん、3番目行く、全員っていうのも。あー、八方美人的な感じでいきます。全員にしときますか、うん、モテモテになっ た。すごい光ってる。もうちょっといけるかな。光ってる。光ってました、うん、そうそうそう。あ、これ、あ、本当だ、筋力、うん、あ、でも疲れてる、うん、ときめきだ。お、いけんじゃない。いけますね、うん、もうりょうちゃんいっちゃうよ、うん。お、りょうちゃんだ。え、あれ、まさかの、え、付き合おう、え、3人目早くない。あ、なんか今りょうちゃん付き合ってよって違う意味で言ったのに、りょうちゃんが誤解したんだよ今。うん、流れに乗るじゃない、もうここは。乗っちゃいますか。うん、乗っちゃおう。前からいいなと思って、そのままの流れで。いや、実はいつ告白しようかってタイミング見てたんだよ。全く遅いよ、でも嬉しい。頑張って。え、恋人3人目。はい、3人、彼女が、3人彼女ができました。3股です。3股、はい、さすがに、うん、佐藤さんでも3股はないでしょう。いや、1股です。さあ、じゃあ練習じゃない、練習ですね。守備にこれがありますね、うん。ああ、まあ、チカちゃんがいるからってことか、うんうん、なんか、趣味ここ、この甲子園よ。おっ、セクションクリア。もう彼女3人いるからね。はい、もうウハウハですよ、うん、これバレないのかな。そうだね、まだバレてない。バレてみんなに振られるとかないのかな。もう光ってる、練習が。ほんとだ、スペシャルタッグ練習あるんだよ。あ、走塁だ。でも練習しときましょう、甲子園行きたいし。え、どうします、もうあと1人、彼女は4股は無理ですかね。え、行ってみる、いけますかね、うん。ああ、八尺さんか。でも個人レッスンっていうのをやってみて、一番上。ちかちゃんの個人レッスン。個人レッスン。あ、でもこれもできますよ。八尺さんも個人レッスンできますよ。でもこの中、あの、これが高いほどレッスンのなんか能力が。あ、確かに、そうですね。ちょっと個人レッスンやってみる。じゃあ個人レッスン、ちかちゃんでやりますか。うんうんうん、あ、選手能力が上がった。ちかちゃんの。あ、でも疲れてるんで、じゃあときめきいきますか。うん、どうか。じゃあもう八尺さんでいこうかな。さあ練習だ。筋力上げたいんだよな。あ、ここだな、うん、練習だ。スカウトあんまアピールしてないですね。そうだね。でもこんなに能力を上げたらいけるやろ。いけそうですね、うん、ときめき発射、うん、すごい、恋人3人、うん、すごいな。あ、また部室、うん、あ、え、来る、またとうとう。え、お前聞きたいことがあるんだよ。何、お前、私のこと嫌いか。嫌いなわけないだろ、チームメイトなんだし。そうか、それだけ聞ければ十分だ。
なら改めて聞くぜ、キャパ。ええ、はい、答えろ、答えろ、イエスかノーだぜ。え、チャラモン、答えは一つだ。君付き合うとか考えるな、感じろって言われてる。すごい、うん、付き合おうか。付き合おう、うん、また行こう、うん。じゃあこれからよろしくな。あ、こちらこそ、はい、4人目完成。すごい、全員彼女になった、うん。さあ練習だ。光ってるとこある。あとはもうあれですね、2つも光ってる。本当だ、筋力行こう、うん。練習、ちょ怪我しちゃうよ。あれ、メーカー、あ、まだ来るわ。どういいね。そしたらじゃあこの辺みんないるから行ってきます、うん。ドキドキ、え、心臓がおかしいぞ。コイン爆弾が発生した。コイン爆弾は放っておくと黒爆弾から赤爆弾爆発しまう前に悩み相談で形成しまう。おっと、ってことは悩みやらないといけないのか。そうだね。じゃあ早速一杯、さあ、じゃあ飲もうぜ。まあ飲もう、うん。相談、相談、相談だ。え、相談ってどこにあるんだ今。あ、爆弾ある。うん、そうなんだ。あ、悩み相談だ、うん。悩みか、うん。あ、なくなった。全集合。お、何番？何番なの？もう評価めっちゃあるよ。いいよ。そうですよ。今4番任せてください。4番じゃない？あなたは？ごくり。6番ショートか。上がったけど。やっぱ能力持ってあげなきゃいけないのかな。そうです ね。あ、先に上げとかないといけなかったんですかね。どうなんやろな。じゃあさあ試合です。負けないでしょ、だって地方大会で1回戦じゃ負けないでしょ。まあ負けないです、ね、もう、はい、もう私ホームラン打てるんで、サクッと勝っちゃって。はい、サクッとホームラン打ちますよ。ちょっとまあまず最初は普通ので、はいはいはい、楽勝ヒット。これ打つと速くなるんですか。そう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 、負けてるからホームラン狙った方がいいんじゃない。あ、本当に負けてる、やばいよ。強振いきます。うん、振り遅れだよ今。あ、やばい、振り遅れだよ今。ほら、ホームラン打たないと負けちゃうよ。よいしょ、あ、あ、もうダメだ、ちょっと。よっしゃー、確定、場外ホームラン。今綺麗かったね、かっこいいホームラン。すごい良かったですね。お、勝った、勝った。おい、まあ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 、1回戦じゃ負けませんよ、もう。あやおは、あやおはやりますから。今モテモテなんでね、うんうん、調子こいてるから。そうです。いや、そういう時ほどやっぱプライベートが充実してると、うん、お仕事もうまくいくから。充実しすぎ、しすぎですね。みんなはしゃいでるな、うん、全員彼女だ。はい、誰もこれ女子同士で、うん、実は誰々付き合ってるんだとは言わないんですかね。あの、恋愛ご法度だから言えないんだよ。あ、そっか、うん、そうだそうだ、だからだ。技術上げていった方がいいんじゃない。技術が足りなかったからね。あ、それだね、技術ね。これですね、うん、技術上げましょう。お、決勝ですよ、来ましたよ。決勝来たよ。出られなかったらどうしよう。試合、よし、出るでしょ、もう甲子園ぐらいは楽勝しよう。いや、さ、あの、私のバッティングまだあの波があるんで。さあ、行くぞ、うん、早速強振いきます、うんうん、放り込んじゃいないよ。パワーヒッターよ。あ、これボールかな。あ、ストライクだ。打っちゃうよ。あら、変化球あるからね。早い。そうですね。あ、ちょっとこれ見送ろうかな。打つよ。あ、もうでかくしたいとこがいいんじゃない。もうでかく、でかくしたほうが。いや、でもこれ真ん中、よっしゃ。お、ストレート、どうなの。あ、ライトフライ、ちょっと遅い。まだ0-0。さあ、ホームランいっちゃいなよ。表紙、あ、これちょっと幅広くなった。まずヒット。あ、ショートフライだ。あ、どうしよう、全然打てない。危ない。まだ0-0。まだ0-0。あ、2点取った。表紙いきますよ。チームメイト2点取った。合ってないぞ、タイミングが。あ、振り遅れてるよ、振り遅れてる、振り遅れてるよ、タコってるよ。やばいよ、もう一回回ってくるかな。お、待ってますよ、ここで点、ダメ押ししたよ、ダメ押し、ダメ押し、強振、
伸びのあるストレート投げました、打ちました、ファール、ちょっとなんか指が震えてきた、あ、これは目を振るぞ、1球外してボール、次は4球目投げました、よっしゃ、左中間へ、おー、よっしゃ、抜けた、連打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 、あ、でも入んなかった、 あ、甲子園、あ、でもまあチームメイトの恵まれて、そうですね、甲子園楽勝だなチームメイトに恵まれて本当ですよ、うん、2対0で勝った、うん、あれ顔が熱いのはなんでかな、あ、恋爆弾、恋爆弾です、爆弾、爆弾取んないと、うん、で多いとこういうのやらなきゃいけないんじゃない、そうですね、それに勝負しないといけないんだ、まあ、練習、もうバッティング練習しときゃいいんじゃない、あ、そうですね、うん、これいとこうか、よし、試合勝っちゃうでしょ、もう、まあまあ、だいぶ私 もう慣れていきたいでしょ、だいぶ慣れてるんで、うん、来たよ、さあ、まだヒット出てないよ、強振でいっちゃうよ、あ、これはもう見逃し、おー、よし、強振いっちゃうよ、よっしゃー、わー、まあ、甲子園でホームランバックスクリーン、イエーイ、光 130m、 見てください、この打ち終わった後のフォームかっこいいですよ、モテモテおお、さあさあさあ、来たよ来たよ、また打っちゃうよ、強振、調子乗って強振です、あれ、え、盗塁された、盗塁した、セーフでしょ、どうなの、セーフじゃない、セーフセーフセーフ、あ、やだやだべが盗塁した、あ、ちょっと待って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 、早いよテンポ、追い込まれました、第3球をボール、1つ外したボール、あ、これもボール、ボール、よっしゃー、2打席連続ホームラン、2打席連続ホームラン、ちょっと私上手くない、飛距離 146m です、やばい、この2点はでかいよ、でかい、ちょっとどこまで入りました、中段行ったんじゃ、中段、うお、もうもうもう中段行ってますね、よっしゃ、3点来たよ来たよ、もう連続狙っちゃうよ、3連発だもん、入団だよプロ、ちょっとここ見送ってきますね、行こうかな、ちょっと早い、ちょっと早い、入った、うわー、ギリギリ入った、そんどもう、はい、入団決定、イエーイさ、もうえ、私ちょっと、あ、でもえ、打たなきゃ、でもここ打たないと思えるよ、もう強振で一発狙いますよ、これ投げました、待って待って、いやいや怖い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 、第2球満塁、あれが怖い、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、いきなり4点取られてたで、はい、7回 表に負けた、試合しかも4打点、はい、5対1になって、これ勝ったやと思ったら、はい、奇跡の7回の表に4点取られて嘘でしょ、ちょっとどうなってんの、何、どういうこと、いやもう今ちょっともう無気力ですわこれ今勝ったと思ったけどね、思いました、1試合3本打つ選手なかなかいないですよ、しかも4点取って、はい、でそっから逆転負け、4対1から4点取られて、ほらもう一気に気が抜けちゃったって言ってますよ、あやお、もうみんながお弁当食べるって言ってニコニコですよ、みんな女の子たち、いやバレちゃう、彼女作りすぎた罰がここに来て、でも3本打ったよ、女の子たちが、女の子じゃない方が浮かれちゃったから、あ、それかな、それかもな、そして月日は流れ、ドラフト、でも3本打ったからね、ホームラン、そうそうそう、何位かな、テレビ放映中あるかな、あるかもな、うん、でもあのスカウトの前では練習ほぼしてないよ、確かに1はないね、お、普通あるやろお前、4位、あ、でもこの前5位だった、5位だった、よっしゃ、およ
ちゃん迎えに行くって言ってるし、これ最後に上がるんじゃない、彼女いるだけね、いっぱいボーナスも一、ね、人だったら1個分ですもんね、うんうん、みんなとみんなからこの順番に行ける、よく行けるね、はい、かなり、だ最後ランクちょっと上がるかもしれないですね。そうだね、でもこれ少ないね、さっきの、あ、最後の方やっぱちょっとほったらかしたからかな、どうなんだろうね、おー、結構上がった、ほんで、ロールバックしよう、よし、オッケー、オッケー、育成完了、うん、さあ、ランクは C、 おー上がった、やったよかったんじゃないね、はい、かなりいい選手できましたよ、チャンス、走塁、パワーヒッター、粘り気、内野安打、初球、気分屋、気分屋、いろいろゲットできました、うん、やったー、ね、自己ベスト更新、ほら、成長してるね、かなり成長してた、ホームラン1試合に3本ですから、うんうん、はい、さあ、どうですか、小林さん、今回は、いや、なんか私、自分で成長を感じます、でも、この子、面白かったっすね、面白いですね4人彼女作っちゃいましたから、だからもっと2人ぐらいで密にやったらどうなるのかね、あ、そうですね、また変わってくるかもしれないですね、うん、でも3本甲子園で3本おもないよ、いや、もうプロ確実ですね、ねえ、はい、でも負けるっていう、はい、でそういうこともあります、ちょっとずついきましょうか、はい、次は甲子園優勝を目指して、はい、甲子園優勝とかもできるんですよね、そうできるんじゃない、そうですね、もちろんそしたらもっと爆上がりじゃん、はい、じゃあちょっと目標はまずは甲子園1回戦を突破して、そう、まず次1回戦突破しよう、はい、うん、で、優勝もしたい、うん、はい、それにしよう、はい、そこまで狙っていきます、そうですね、次回お楽しみに、ここで私袴田もゲストとして参加させていただくパワープルアプリファンフェスタについてご紹介させてください。今年は初のオンライン開催となるパワープルアプリファンフェスタ、私はなんと10月31日土曜日配信のあの人とミニバトルというコーナーに参加させていただきます。あの人とミニバトルではヒットチョイス級、スピードノック、アプローチバントの3つの種目でマッチング対戦ができます。ゲストと視聴者の皆様でリアルタイムでスコアを競うコーナーとなりますので、皆さんぜひ私とバトルしましょう。それでは3つの種目についてご紹介しますね。第1種目ヒットチョイス級は2択のクイズで正解の的を打ち抜く競技です。全部で10問あるクイズに答えるんですが、さらに正解の的の中心に近くて打球速度が速いと高得点が狙えます。第2種目目スピードノックでは画面をフリックして守備をする競技です。打球をいかにうまく捕球するか、いかにうまく回避するかを競います。第3種目目アプローチバントは名前の通りバントを打つ競技です。ただし決められたサークルの中心に打球を打ち、どれだけボールを近づけられるかというのがポイントになります。私袴田もたくさん練習して挑みます。皆様ぜひパワープルアプリファンフェスタで一緒にバトルしましょう。